国際アイスホッケー連盟はアイスホッケー及びインラインホッケーを統括する国際競技連盟である。本部はスイスの中立比にある。競技の世界的な発展、普及を目的とし各種国際試合についての運営管理や競技ルールの制定を行う権限を有しており、オリンピック、世界選手権などの国際大会やヨーロッパやアジア諸国の地域リーグ戦でも その影響力は強い。一方、カナダ、アメリカ合衆国では、アイスホッケーが、工業的な色彩を色濃く持つプロリーグを核として、発展した伝統があり、NHL をはじめとする北米のリーグ戦ではこの、連盟の定めるルールとは別に独自のルールブックに、基づき試合が行われることも多い。1908年に、フランス人ジャーナリストのルイ・マニュスの呼びかけにより、フランス、 ベルギー、スイス、イギリスの欧州4カ国のアイスホッケー競技団体の代表がパリに集い、同連盟が産声を上げた。ドイツ、オーストリアなどのヨーロッパ諸国を皮切りに、ロシア、北米、アジア諸国と順次加盟国を拡大し、2012年時点での加盟数は全世界72カ国に及ぶ。オックスフォード大学チーム1910年には初のアイスホッケー。 ヨーロッパ選手権大会を主催した。この第一回大会では、イギリス、ドイツ、ベルギー、スイスに加え、非公式ながら、カナダ人留学生を主体とする、オックスフォード大学チームが参加した。この大会は、途中第一次世界大戦による中断や1928年、1930年、1931年の未開催を挟んで、1932年まで、 続けられた。その後1991年までは、後日の世界選手権大会へ参加したヨーロッパ諸国の中から欧州チャンピオンが選ばれるようになった。1920年に開催されたアントワープオリンピックでアイスホッケーがオリンピック種目に採用された。北米大陸のカナダ、アメリカ合衆国はこのオリンピックに出場したことがきっかけとなり、 この連盟に参加することとなった。なお、1924年のシャモニーオリンピック以降は、アイスホッケーは、冬季オリンピックの競技となった。1920年から1968年までの間、原則的に同競技に関して、オリンピック大会は後日の世界選手権大会と、身分化の状態であった。 すなわち両者が別の大会として開催された1964年を除けば、オリンピック開催年には独立的な世界選手権が開催されず、前者での金メダル獲得はそのまま後者におけるチャンピオンシップ獲得をも意味していた。なお、1998年の長野オリンピックからは女子アイスホッケーも競技種目に加えられた。 オリンピックと混合した1920年、1924年、1928年の各大会に続き、独立した世界選手権大会が初めて開催されたのは1930年の第4回大会からであった。この年には日本がアジア初の加盟国となり、医学生で編成されたチームで独立後初めての大会に参戦している。 第4回大会以降は年1回開催されるのが原則となった。ただし、第二次世界大戦の影響を受けた各年と1980年、1984年、1988年には開催がなかった。また、1990年には世界女子選手権大会がスタートした。1977年からは世界 U20 選手権大会。 1999年からは世界 U18 選手権大会が開催されるようになった。ありがとうございます。